後崎チャンネルちょっ。さあということでね、今日はですね、まあ、前回ね、新庄さんのシャッフル案と本田圭佑さんの、昇格降格の案についてね、里崎が、解説しましたけども、まあ里崎チャンネル内コメントの中ではさすがに里崎もねできる限りの勉強をして配信したつもりでしたけども、まあ、8、9割ぐらいの皆さんがに、まあ、概ね賛同いただきまして、ありがとうございます。もちろんね、そういう反対意見もありましたけど、まあ、そういう意見もね大事なんでね、まあ、そういったところはいろいろまだね、勉強しながら、皆さんと一緒にねやっていきたいのっていうところで、まあ、今回はねあの動画のパート2、はい、ということで、まあ、あの、ね、動画の中のコメントの中でね、勉強できたこと知ったこと、こういう風などうなんだろうとかっていうのをね追加しながらまたね、だ本田さんも言ってたけどね、もうサッカーファン野球ファンが喧嘩してる場合じゃないんだよ、そういうのじゃなくて建設的なね、あの議論の中でいいものをね未来に作っていきたい、でもできるものはできる、できないものはできない、いいものはいい、悪いものは悪い、でもできるかどうかみたいなね感情を紐解きながらね、パート2というところで喋っていきたいと思いますけど、まあ、あのねコメント欄の中でまあまあ目についたのが里崎頭固いみたいな、え見ているなんか頭固くてびっくりしました、残念ですはみたいな、まあ1% ぐらいのコメントだけどね、いやもっと頭柔らかくなろね、なんちゅうんだろうな、既存のもの以外の変化のことに対して反対したら頭固いとか保守的って、そうじゃないやん、じゃあもう新しいことばっかりやってたら柔らかいかって話になんちゃう、なんちゅうの、だからさ、できるものはできるし変えた方がいいものは変えた方がいいけども、古き良きもので残した方がいいものは絶対残した方がいいし、うまくいってるものをわざわざ変える必要もないし、そら目新しさで変えたからって、それはその一瞬は面白いかも分かんないけど、それを継続していったら絶対飽きるものもあるんだよね、だからそういうものも含めてできるできないね、そんなことまずさ、まあそういうことを言う人はね多分佐々木チャンネルの動画日頃から見てないんだろうね、この動画だけ見た、たまたま見ちゃったんだろうね、そんなんあかんとかもっとこうした方がいいとかいろいろ、まあまあそれはいいでしょう、そういう意見もねあって面白かったなっていう、ちょっとそういったら硬いみたいなね、まあ、俺はどっちかっていうとね保守は保守だから保守だけに、はいね、お後がよろしいようでっていうところで、まあまあ、シャッフル案ね、だからまあ面白いと思うのよやるにはね、でもその最初は面白いと思うけどずっとやってたら多分飽きると思うんだよね、最後はね、そのもう対戦が目新しくなくなっていくからね、ではそれとあとセパの成績どうしましょうかみたいな、両リーグ首位打者とかもうすぐできるからね、2023年シャッフルでセリーグになりました、2024年シャッフルでパリーグになりました、2年連続首位打者、両リーグ首位打者とかになっちゃうじゃんね、いろんなものも含めてのタイトルがごちゃ混ぜになったりとか、村上が来年からパリーグです、両リーグ三冠王になりましたってちょっと違うじゃんね、だそういったこうタイトルとか記録とかっていう部分でも、まあそれは球場のね広い狭いっていうところはあるけども、そのタイトルのあれもあるから、もしシャッフル案でやるんだったらセパはやめた方がいい、もうセリーグパリーグを解体しなきゃいけない、解体して新たな A リーグ B リーグみたいな、もうなんか1、2みたいな感じの、ただ単にリーグっていうだけじゃなくて1勝て2勝てみたいな感じでやって、どっちに入るかでやっていかなきゃ、多分もう既存のものは全部壊さなきゃいけない、今のままのセリーグパリーグで両分けっていうのは現実的に言っても難しいから、今あるのは全部壊した上でやるんだったら俺はできると思うんだよね、そしたら記録もまた新しいね記録に、なっていくだろうし、もう今までのセパの記録はもうセパの記録として殿堂入りして、新しい何かのリーグの記録としてやっていくっていう部分の成績に、記録上としてはなってくるから、だからそういった意味でも多分セパは壊した方がいいね、多分シャッフルでやるんだったらセパをそのままにしてやるのはなかなか難しいと思う、だからそこまでする価値があるのかっていうところを考えたら、もうシャッフルなんかしなくてもう1リーグ制ね、これがもう一番の、もうシャッフルしなくても常に目新しい対戦が起きてその中で順位付けされていくっていうところでは、まあ、これが一番
シャッフルするんだったら1リーグ制が、まあ、いろんな人のコメントも聞きながら自分で考えても、前の動画でも言ったけど、まあ、現実性と目当たりしたは一番いいけど1リーグ制でもいいですかっていうね、あの話になってくるよね。でその場合 DH 採用しますか採用しませんかっていう問題にもなってくるしね。だからまあそこら辺がどうなのかなっていうところも、あるし、でこうなってくるとね、多くの人が言うにはもうその、まあ、シャッフルだったらもうあの何ちゅうの、もう東中西地区でみたいな4球団ずつのところでそこから1位同士が行ってワイルドカード出ていくみたいな感じで増やした方がいいんじゃないのかっていう人もいるけど、そうなるともうセパ解体なんだよね。だから多分もう全ての新しい枠組みでやろうとするともうセリーグパリーグをやめなきゃいけないんだよね。その中地区西地区東地区ってなったとしても、じゃあ444の12セリーグの東地区中地区西地区で12パリーグの東地区西地区中地区の1224のプロ野球チームでパリーグのカテゴリー分け、セリーグのカテゴリー分けで、クライマックスシリーズは西中東の1位同士で、その中の2位の最高勝率が出てクライマックスシリーズで勝ったところがセリーグ代表、こっちで勝った地区がパリーグ代表で日本シリーズだったら一番面白いと思う。それがでもそうなるとあと12個のチームを増やさなきゃいけないわけ、もうないじゃんね。そんな会社が年間100億円規模の予算を使って多少20億ぐらい赤字になっても、それを本体がカバーできる資金力と体力があって、それを10年20年と継続して経営ができる会社が日本にあと12個あるとは思えないんだよね、普通に考えてもね。ってなってくると16球団構想になってくるわけよ。で16球団構想になってくると4444だね。もうこれをパリーグの44セリーグの44で交流戦もしながら戦って、その中の1位同士がクライマックスシリーズをして、で日本シリーズをするっていうところが現実 でその中のこの44のカテゴリーをシャッフルしてやっていくっていうところはできるかもしれないけども、でそうなるとあと4つ増やさなきゃいけないんだよね。で4つ会社あんのかって話なんだよね。そんな年間100億円も予算の規模を持って、でお客さんも呼ん でプロ野球だと3万人くらいかな収容できるスタジアムを自前で作って、まあ自前じゃなくてもね、自治体も含めて作って、で2軍の施設も作って70人規模で選手を雇って、4チーム CH280 人のプロ野球選手が増えんだよね。でそうなってくると、でこれはバスケットのね、あの関係者から昔、聞いたことがあって、まあ、いいか悪いかは別としてね、バスケットは J リーグを習って組織の作り方をしたと。でそれによってチーム格差が激しくなっちゃって、このバスケット自体を日本で普及していくってなった時に100対50の試合を見せてもバスケットを好きな人でもそれがつまんなくなってくると。だからハイレベル同士の戦いを見せてバスケットの凄さとか面白さとか選手の凄さとかをアピールしなきゃいけないってなってくると、球団間の格差が激しすぎちゃうと、このもう絶対勝てないチームが出てきてもその試合を見せると、やっぱそれが良さが伝わっていかないから、そこが課題なんですよねっていうところを、コロナ前だったから 4,5 年前ぐらいに話聞いてて、でそしたらね、あのバスケットが2026年からねニュービーリーグ始動っていう形で、まあスーパーリーグ、みたいな感じでもう入れ替え戦だから、昇格降格のない B リーグの組織を作って、で新 B1 新 B2 新 B3 って言ってあのやっていくのは、もうこれホームページにも出てるんだけど、それはもう2026年からスタートするってなってるんだよね。でそれは降格昇格がないわけ、あのその順位によってね。でその代わりその審査基準があって、新 B1 には、まあ、その入会基準というところでは入場者数4000人で、売上基準が12億円で、アリーナ基準、新設アリーナ基準が補足して5000席などを有するスタジアムを、まあ、用意しなきゃいけないんだよね。で新 B2 の基準としては入場者数2400名で、売上基準が4億円
でアリーナ基準、現 B1 基準で3000席ぐらい、ね、スタジアムで、新 B3 っていうのは入場者数は基準がなしで、売上基準が年間2億円で、まあ、3000席、ね、で審査は段階的に行われて、段階によってまたニュービーリーグ、開幕前と、開幕後によって審査基準が変動する項目がありますが、詳細はねその審査基準の項目に、出てるんだけども、その基準に満たせれば B1 になれるらしいんだよね。で B1、 新 B1 は世界基準の競技力、アリーナエンターテインメント、地域活性の中心と、でビジネスのグローバル化と、世界市場アリーナと、世界基準の経営力と、20億から30億円の売り上げ、 20% 以上の利益率、投資力っていうのを目指してて、で新 B2 っていうのは地域における普及、地域活性、社会課題解決ができる、現行の B1 上位クラブと同等の経営力、8億から10億円で、結果アリーナや投手の機運を高め、新 B1 への挑戦準備ができていると。で新 B3 っていうのは安定した経営ができるプロクラブと、経営安定、地域貢献で、クラブビジネスの基準を築き、スポンサーファンベース でいつでも新 B1、 新 B2 に昇格できる経営力をつけるっていう。だから要は、まあ、基本的なその基準っていうのは経営がしっかりできているかどうかっていうところが基準になって、でファンを、顧客を集めれるか、収益をしっかり作れるかっていうところで、スーパーリーグ構想っていうところができて、まあ、競技成績による昇降格をなくしてね、でエクスパンション型のリーグにして、クラブが事業投資ができる環境を整え、ね、安定的な成長を促すため、いや毎年ね、もし降格昇格があった場合、スポンサーのやっぱり1部リーグだとね、スポンサーは多くなって、2部リーグになったらスポンサーが抜けるっていうところが、多分昇降格のある競技においては安定的な経営っていうところを考えたら、経営陣からするとやっぱそこが一番の難しいところだと思うんだよね。やっぱり J1 でも B1 でもね、一部リーグにいるとやっぱスポンサーも多く集めやすいし、そのスポンサーが日の目を見ることっていうのは、やっぱりその一部リーグにいることによって強いね、千葉ジェッツだったりとか、アルバルク東京だったりとか、琉球でだったりとか、あとはね、川崎だったりとかね、で、J リーグでも鹿島とかね、フロンターレみたいなね、その強いところと対戦することによって、メディアが扱って、その相手スポンサー企業っていうのも、メディアから多くの発信ができるっていうところのメリットがあるけども、それが2部、J2、B2 に、ね、J3、B3 に落ちていくによって、やっぱり露出が減っていけば、やっぱその投資してくれるスポンサーさんも減っていく。そういうことによって安定収入が、こうね、ずっとビッグクラブだったらいいけども、昇降格がある中での瀬戸際にいるチームっていうのは、それによって経営基盤が崩れたりとか、経営が成り立たなくなっていったりとかですることによって、チームが将来的なビジョンの下で先行投資だったりとか、安定的な選手スタッフへの給料を払うとかっていうところができなくなって、リーグ全体から抜けたり入ったり抜けたりっていう、そのチームが消滅してしまうっていうところを多分なくしていきたいっていう、多分今島田チェアマンかながやってるところの多分構想があると思うんだよね。でそういうところによってクラブを安定的に継続できて、しかも昇降格は、その勝ち負けでの昇降格はないけども、そういう経営基盤において、もうそこは地域密着してやっていきましょうと、それによって地域のバスケット熱を保っていけるようにするのが B3 みたいな。で B1 に行くための基準としては B2 でしっかり力を蓄えて、そういった経営基盤ができるようになったら、いつでも B1 上がれますよっていうところでの、この立ち位置とか位置づけ、安定的にその事業を成り立たせていこうっていうビジョンはめちゃくちゃ素晴らしいと思うのね。でしかもね、まあ、現状では新 B1 のクラブ数に上限がなく、基準を満たしたクラブは2027年以降も随時参入が可能っていうね。で、まあ2026年開幕時は原則最大18クラブを想定してるけども、そういうふうにこの B1 リーグの基準を、経営的な基準を満たしたチームっていうのは、ね、条件なく B1 に入ってくるってもいいですよっていう、この門戸の広げ方のベースがあるのも閉鎖的じゃないしね。非常に素晴らしいし、降格がないことによって安定的に将来的なビジョンを持っているっていう、この運営の仕方は新しいね。これはもう島田チェアマン、俺が言うのもなんだけども、めちゃくちゃ素晴らしい新システムで、その B1 ではね、その能力が高い、ね、給料もしっかり払える選手の能力も高い
こう拮抗した戦いの中で B リーグ新 B リーグっていうところの結果を残していって、それをファンに見てもらって、バスケットの素晴らしさ、ね、世界人口で一番多いのはバスケットなんだから、それを見せて日本に根付かしていって人気を高めていきたいっていうこの構想、現状今までのね、もちろん今までやってきたの中でいいこともいっぱいあっただろうし、まあダメなこともいっぱいあっただろうし、もうその中で何がいいかっていうところを考えて、この変化していくっていう姿勢はね、この B リーグ本当に素晴らしいなと思うね。でまあ今日のね、あのニュースに出てきたんだけども、島根県にあるあの JFL 所属なんだけども、あの神楽島根っていうね、あのフットボールリーグがあって、今 JFL に加盟してるんだけども、この2023年のシーズンの参戦を認められないことが決まったと。経営難に陥っている運営会社が、未納となっている J リーグ年会費やスタッフ選手の未払い給料分を支払っていないことが理由と。でクラブは近く今後の活動方針を、決める予定ですと。で、年会費と未払い分給与計5300万円の支払いが23年シーズンの参戦の前提としており、理事会後の会見で、理事長は支払い関係については一切実行されなかったと説明と。で、FC 神楽島根は JFL を退会と。3月に開幕する新シーズンは昨年よりチーム少ない15チームで行うことに、なったっていうところでね、今 JFL、まあ、JFL っていうことは、まあ、J4 にね匹敵するあのところなんだけども、まあ、そういうふうに、ね、まあ、前回の動画でも言ったけども、あの野球っていうのはアメリカンスポーツでやって、ちょっと排他的だけども、もう安定収入があって、全員でそのクラブを成り立たしていこうと、チームをね。で、この組織を全員で成り立たしていこうと。で、戦力の均衡化を図っていこうと。だから優勝するチームも変わるし、ドラフトでウェバー制などして、戦力が偏らないようにすると。ね、って言ったところで、誰でもかんでもがそのチームに組織に参加はできないけども、安定した収入を見込めるようにみんなでやっていこうっていうね、ちょっと排他的なところはあるけども、そういうのがアメリカンスポーツだから、どのチームにも優勝のチャンスがあってアメリカントリームみたいなね。でサッカーっていうのは基本的にはヨーロピアンスポーツって言われてて、ドラフトもねもちろんないし、2部3部4部って言ったね、そのリーグの構成になっていくけどもね、もうどのね、どの地域ね、どの自治体ね、どこからでも参加が可能で、ね、あのそこからオラが町のチームって言って、身近に、ね、サッカーチームができて、ね、優勝を目指していくっていうオラが町のチームを作りやすい、入会しやすいっていうところを考えるとね、そういった下部組織でもねっていうところの裾野が広いヨーロピアンスタイルっていうのはあるけども、どっちかっていうと貴族社会が影響してるのかどうか分かんないけども、そういうコメントなんでもねあったけども、あのもうバイエルン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 とかね、レアルバルサみたいなね、あのイベントス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 みたいな、もう優勝チームがね、あの偏ってしまうっていうデメリットあるけどもね、まあ、そういったところで、でも入ってくるのは入りやすいんだけども、こういう風にね、やっぱその JFL でも給料未払いとかね、経営が成り立たなくなったところっていうのはね、で、まあ、公的資金注入しなきゃいけなくなったりっていう、ところもね、そういったところが出てきてしまうっていうところはね、こういうところの、まあ、デメリット でこう消滅しちゃったらね、誰が一番かわいそうかっていうと、もちろんそのチームを応援しているファンだね。でそれに携わってる選手ね、スタッフ、もういきなりもうチーム無理です、給料払えませんってなったらね、みんなが幸せになっていかないから、そういったところもやっぱりこのね J の中だとね、やっぱりこう誰でもかんでも参加してっていうところもね、いいところ面でもあるけどね、こういう風になった瞬間にね、デメリットが押し寄せてくるっていうところはね、まあ、今回ねこういうニュースがあったけどもね、あの、まあ、大変な状況になり得るなっていうねところはあるね。であのなんかあのコメント欄にもあったけど、あのサッカーっていうのはその地域でのだけじゃなくて、ヨーロッパチャンピオンズリーグの中で争いだから、もうなんかリーグは予選ですみたいな感じのね、あのコメント欄の人も言ったけど、でもその中でね、え、じゃあチャンピオンズリーグの歴代優勝はね、どのチームが多いんだろうと思ってね、あの調べてみたのよ。でそしたらね、優勝はね、チェルシー、バイエルン、リバプール、レアル、レアル、レアル、バルセロナ、レアル、バイエルン、チェルシー、バルセロナ、インテル、バルセロナ、マンチェスター、ミラン、バルセロナ、リバプール、ポルト、ミラン、レアル、バイエルン、レアル、マンチェスターみたいなね、ほぼほぼそのリーグの優勝チームです。ポルトがね、これモーリーノだったよね、多分監督がね、このポルトが優勝した時がすごいお祭り騒ぎになったっていう俺の浅はかな記憶だけどもあるんだけども、まあそのチャンピオンズリーグもほぼ多分あのリーグで優勝したチームの
どっかが優勝してるんちゃうかっていうね、ところはまああるのが、まあ、これいいとか悪いとかの問題じゃなくてね、そういったところがこのヨーロピアンスタイルの競技システムの特徴だ ね。であとはねコメント欄にね、パテレみたいな、セテレ無理ですかみたいなね、セリーグ TV とか無理ですかみたいなところ言ったけども、やっぱりねこんなこと俺が言うはないけども、やっぱセリーグがね一つにまとまるのは無理だね。やっぱパリーグはやっぱその6球団がいや一緒になって、だから一緒になってチームをこれでセテレができたら、俺はねセテレができた瞬間にセテレもパテレもなくなると思うね。野球テレみたいな感じでもう12球団の試合が、今だからパリーグマーケティング株式会社がセリーグマーケティング株式会社になったら、日本プロフェッショナルベースボールマーケティング株式会社に将来的になると思うのよ。大きくなってね、吸収して合併して大きくなってでなったら、もうパテレもセテレもなくなって全部が試合見れるようになるんだけども、今のダゾーンでも広島が入ってないように、まあカープはね地元に密着したいから、そういう市民球団でもあるし、大きなお金っていうよりもその地元のテレビ局ラジオ局っていうところが、そういう新しいものを入ることによって視聴率が下がったりスポンサー収入が下がって困ることが一番困ると。だから大きなお金をチームに得るよりも、地域全体で広島全体で幸せになっていきたいっていうオーナーの思いが強いから、そういうのは入ってなくて、地道に大きなお金よりみんなが幸せになるよ、地域で市民球団だからっていうところでね入ってないっていうところもねあるんだけど、ここがまた一色団になった話がね変わってくるから、まあセリーグはね言い悪い別としていろんな事情がね絡み合ってるから、多分一緒になることないのよ、一緒に何かやるっていうところがね。でしかもね、新聞も読売あって中日ね新聞あったりとか、そういうところもあるしね。だからそういったところではセテレは無理やね。セテレがなったら本当パテレなくなる、もう日本プロフェッショナルマーケティング株式会社になって、もうベースボールちゃんみたいなね感じになるね。でなんかNBA はね、もうアメリカンスポーツだけど、なんかレンジャーズみたいな、昔ブルズみたいな感じであったんじゃない、よくわかんないけどあったような感じがするなと思って、コメント欄見てみたら、その N バスケットっていうのは、まあ、基本5人だから3人ぐらいのすごい選手が集まったら、やっぱそれがずっといたらやっぱ強さが継続しちゃうらしいんだよね。だからアメリカンフットボールとか野球とか大人数でやるスポーツに比べると、一極集中、どんなに戦力の均衡派とかサラリーキャップ制とか導入したとしても、まあ、そこが固まっちゃうとちょっと連覇する可能性があるっていうところは、やっぱ人数がちょっと少ない、ね、その試合に出るっていうところはちょっと影響されやすいっていうところがあると思いますよってコメントなんで言って、ああ確かにと思って、それめっちゃ勉強になるなと思って、まあ、そういうのはねバスケットはねあるかもしれないね。であとね、交流戦分割案っていうのが、交流戦ね俺が36試合にするのが一番いいんじゃないのかなみたいなね感じでね増やして言ったけど、交流戦分割案どうですかねみたいな、春と秋でみたいな、これも絶対ダメです。秋になるとまず一括でしなきゃいけない理由っていうのがあって、今日本生命が交流戦のスポンサーになってくれてるんだけど、これ分割した後スポンサーつかなくなるんだよね。やっぱその一つにまとまるからスポンサーつきやすいっていう、まあ、営業的な問題もあるし、これ秋につけちゃうとこの交流戦で G リーグの優勝が決まっちゃうっていうのがあるんだよ。ってなってくると、セリーグなのに巨人対ロッテ戦で優勝決定で胴上げみたいな、おかしいでしょ。だってだからそのね、秋に交流戦を秋にやっちゃうと、交流戦でマジックが減っていったりとか、自分たちのリーグ以外のチームと試合をして優勝を逃したり優勝したりマジックが減ったりってなると、若干ちょっと違うよね。だからそういったことを考えるとね、やっぱりねこの二分割で秋に持っていくっていうのは、ちょっと応援する側の人も現実的には難しいと思うのよ。でね、野球も天皇杯っていうのを作って、ね、プロも社会人も独立リーグも大学生も入ってくる大会とかした方がいいんじゃないですかっていうねことがあったけども、それは絶対にできないんです。それなんでかっていうと、天皇杯、まあ名前が変わればねできるんだけども、天皇杯っていうのは宮内庁に認められた証となるために、その競技に権威を与えられるから、原則として1競技につき1つしか天皇杯っていうのは与えられないのよ。だから公式野球でいうと、1926年に東京六大学天皇杯が贈られて、
だからもう六大学天皇杯はねもう東京六大学でやるんだよ。だからあの天皇杯っていうのはねないの。でサッカーでいうとねあのサッカーは天皇杯っていうのがあるけども女子サッカーは皇后杯っていうのがねあってやっぱり一競技に一つだから天皇杯争奪っていうのはもう東京六大学に天皇杯がある以上一競技原則一つしかないからもう天皇杯は無理なんだよね。だから俺この前の動画で言ったじゃん、二軍と独立リーグを合併させてイースタンリーグみたいなやつを増やして交流していってそれの年間チャンピオンとかで大学生とかも入れて、まあ、2軍だけども2軍独立リーグ社会人大学生って言ったところの天皇杯に当たるね、だからもうジャパンチャンピオンシップみたいなんでもいいけどもそういうのを作るのはあれなんじゃないのか、で独立リーグと2軍を合併させてやるのはどうなんかっていうところはねあの前のどっかの動画でねあの言ったと思うんだけども、そういう風のあれだけどもアメリカのワールドチャンピオンと日本の日本一と対戦したいっていうんだけども、これもずっと前の動画で言ったんだけども、それはもうね絶対成り立たないっていうのをね日本が証明してんだよね。でそれ日本何かっていうとね、昔2005年が1回目だったけどもアジアシリーズっていうのがあったけどね、日本一になったチームがバリバリ日本一のバリバリの外国人も入れたメンバーでアジアシリーズを戦わないんだよね。で戦わなくても勝てちゃったりするんだよね。でそういったところで日本の NPB のチームがあのアジアシリーズを真剣に戦ってないのにワールドチャンピオンになったチームが日本一になったチームと戦ったところでもうあれが自分たちは最高の優勝やと思ってるのに多分ベストメンバー来てくれないんだよね。でやるってなると多分日本が絶対アメリカに行かなきゃいけないんだよね。でアメリカに行ってでアメリカがベストメンバーでやんないで勝ったところでどうもないっていうところでね、もうこれはもうね絶対無理なんだよ。だから唯一ねできる方法一つなんだよ。そう何かっていうとあのソフトバンクでね世界に通用するチームを作るっていうのでもなかなかアメリカのチャンピオンと戦うの無理やから、もう孫さんがアメリカのどっかのチーム買えばいいのにっつって、孫さんがもうアメリカのどっかのチームを買ってでそこでソフトバンクで育ったやつを全部もうそのチームに持っていって、もう柳田とか千賀とかも全部もう持っていってあの日本人ばっかりにしてそのチームほぼほぼ日本人みたいな、でメジャーリーグで戦ってでワールドチャンピオンになったらメジャーに通用するチームで日本人みたいな感じになるから、それがねソフトバンクで世界に通用するチームを作るっていうのもそれが一番早いと思うんですよ、球団さえ買うことができてれば。で孫さんと一緒のように仕事してる仲いい人とか食事行くことがあって喋ってたら、じゃあそれ孫さん言ってみようかなって言ってて、言ってみてくださいよって言って、面白くないですかって言って、ただなんかあるきっかけで言ったらしくて、あの佐々木がそうやって言ってましたよって、それ面白いねって言ってたっていうから、まあ、実現するかどうか分かんないけども、それが一番ねもう現実味あるのよ。だから日本とアメリカのなんかワールドチャンピオンシップはね絶対無理です。アメリカはねあの真剣にやらないです。であとねこう天皇杯っていうのがもしね一軍で試合したとしたらね、まあできないこともないけど多分全力でいかないけど、もし全力でいったとしたらよ、毎日トーナメントしないじゃん。仮に週1トーナメントだったらもうオリックスが日本一になるからね、もう毎試合1回戦山本、2回戦山本、3回戦山本、準決勝山本、決勝山本、ずっと山本そりゃもう打たれへんで。しかももしプロがガチでエース投げて真剣にアマチュアと戦ったら負けること絶対ないわ、打たれへんやろ。だって俺一回北京オリンピックの壮行試合を社会人の関西選抜みたいな選抜とあの神戸でオリンピック代表の強化試合で練習試合みたいなしたのね、ヒット1本ぐらいしか打たれなくて、俺試合出てたんだけどその日打たれる気全くしなかったもん。それは枠井とか投げてるんだけど、その時いっぱいもう打たれる気全くせえってよ、これ絶対打たれへんやろって思いながらやったんだけど、多分ね力の差がありすぎてほぼほぼ試合にならへんと思うで、ガチでやったら打たれへん、思んないと思う。サッカーとかさ10対0とかになることないじゃん。でも野球でもし完全に真剣に大学生とプロが戦ってあのバリバリのやつ来たら多分10対0とかになるで、ヒット1本みたいなっていうのがあるし、トーナメントで毎日試合だったらまだ話は別なんだけど、あの週1ぐらいだったらもう毎日今永みたいな、毎日千賀みたいな、なかなかトーナメントはね無理だと思う。あとね昇格降格 のメリットデメリットっていうのでね、新しく思いついたのが、昇格降格のメリットっていうのはドキドキ感と危機感だね。
それによってシーズン終盤までやっぱ多いリーグの中で消化ゲームを減らしながらドキドキ感と緊張感を保ってリーグを戦って昇格降格のファンの人の歓喜ねとかっていうので盛り上げていくっていうのが一つなんだけど、あのデメリットとしてはやっぱね、あの若手の育成しきれないね。その、まあ、優勝してるチーム、優勝狙っていくチームっていうのは最後まで勝負どころだから、そう試しで若手の起用ってなかなかできないじゃんね。ってなった時に野球とかだと入れ替え戦ないから、まあ、去年の日本ハムが典型的だけども、あのもうシーズン途中からなかなか無理やなってなったら来季に向けて若手を積極的に起用して、まあ、負けたとしても来季頑張れるように積極的に若手の育成の場にしていこうっていうところに降格がない分割り切ってできるけども、もしこれ昇格降格があったら多分降格ギリギリのチームっていうのは最後まで全力で戦わなきゃいけないから、もうバンバン主力でいくから、結局若手を試しでとか育成で負けてもいいからっていう底上げ、来年のために起用するっていうのがなかなかできなくなるっていうところのデメリットがあるよね。まあ、これはどっちがいいとか悪いとか別ですしね。だからなんか最近ニュースで聞いたんだけども、あのなんか高校生が J リーグに直接入ることが減ってきたみたいな、まあ、俺はそのネットニュースだからそれがどこまで本当かどうか分かんないけども、大学進学が増えてきてるって。でなぜならその J リーグにはその2軍っていう組織があるチームもあるんだけども、2軍っていう組織が存在しないチームが多いと。することによって一番18歳から20代前半っていうのは一番吸収力もあって実践感覚を研ぎ澄まさなきゃいけないのに、高卒で入った選手が1年間で90分も試合に出てない選手がいて、実践しなきゃいけないのに出れないと。で昔はサテライトリーグっていうのがあったんだけども、そのサテライトリーグっていうのもその遠征しなきゃいけなかったりとか、それにかかる経費がちょっと莫大になりすぎてクラブ運営に支障をきたすっていうところで数年やってなくなったらしいんだよね。だから基本的にサッカーっていうのはなかなか全クラブが2軍を持ってるわけじゃないから、育てるっていうよりも勝ちに行かなきゃいけない試合になって、しかも降格もあるから最後まで全力で行かなきゃいけないっていうところで、若い選手を試合に出なきゃいけないのになんかこう出る機会が少なくて、直接もう大学に行って試合に出る方を選ぶとかっていう選手がね増えてるっていうところは、やっぱこの降格の割り切って若手をっていうのがね できないっていうところはあるデメリットとしてはねあるのかなっていうところはね、今回いろんな人のコメントをねあの拾って見たり聞いたりしながらまた一からね、調べて、思ったのが、まあこんな感じかなっていうところでね、まあなかなかだからちょっと B リーグの試みがちょっと面白そうだよね。そういうふうに基準を満たしてやっていって昇降格なく未来に向けて、だからあのいいとこ取りしてるよね全部のね、その野球とヨーロッピアン型とアメリカン型のいいところをしてるよね。そのカチッとはめて、あとはもう地域とそのカテゴリー分けでしっかり役割分担決めて、それによって統括していって幅広く裾野っていうところでは、 B リーグのね本当2026年始まってどうなっていくかっていうのは非常に楽しみだし、これはいろんなスポーツもその検証していったりできるところはあるかもわかんないね。だから野球でいうと、まあ、そこがね NPB が12球団あって、でその下に社会人野球で独立リーグっていうねところがあって、で学生野球ね、大学高校生っていうところもあるから、その NPB が統括して全部やってるわけじゃないけども、カテゴリー的にはそういう枠組みがね、まあその参入してくるっていうのはなかなか難しいからね、 B リーグみたいに条件面を目指したら B1 に参入できますよっていうところはちょっと排他的だからないけども、そういったところではね面白い枠組みかなっていうところは、だからそういうのもだから野球界もあれだね、だから今12球団だけども、今後だから16球団構想に向けてあのやっていくんであれば、この B リーグの新スーパーリーグ構想、新 B1、新 B2、新 B3 っていうところの試みを取り入れて、それに2、3年、だから要は NPB があったとしたら、それにの次に来るやりたいところがあれば、もし NPB が N1 だとすれば、N2 リーグっていうのを作って、それはもう2軍じゃないよ。2軍は2軍であるからね。だからその入ってきたいどっかのなんとか企業っていうところが、じゃあ N2 リーグで、入ってきて、でそこでじゃあ3万か3万5千人収容のスタジアムを作らなきゃいけない、年間観客動員数これぐらいないといけない、で年間収益これぐらい収益を上げなきゃいけないっていう、その野球に応じた
この新 B1 リーグの消化するシステムの条件を当てはめて、それに条件がクリアした場合は N1 に参入して16球団構想に進めていくために N2 で、ね、それは松山行くんでもいい、静岡でもいい、ね、新潟でも沖縄でもね、どこでもいいと戦って成り立つかどうかやってみてくださいと。でできたらそのカテゴリーごと持っていけますよみたいな、いいよね。そしたらよ、今回入るあの静岡に2軍だけのチームあるじゃん、あれもその N2 でいいやんな。2軍は2軍でやればいいんだから、もう N2 でいいじゃん。6会社ぐらいやりたいチームはその N2 に入って、規模の収益と動員数とスタジアム規模をできたら N1 入れますみたいな、よくない？これだな、パクるか。いや、いいのはパクらなきゃな。いや、これ一番よくない？この B リーグのスーパーリーグ構想一番いいような気がする。いきなり入れて、やっぱりこのね、島根のねチームを何回も大事に出して悪いけど、そのまだね、だから JFL も今年から奇数になっちゃうわけでしょ。っていうことは1週間1チームはどことも試合できないわけでしょ。そうなった中でスケジュールがやっぱ偶数じゃないと難しくなるよね、対戦式になるとね。で NPB でもじゃあ16球団構想しますっていきなり分からん、わけも分からんと4球団入れましたと。で 2,3 年後、いやうちも持ちこたえることできませんと。でそれを買収する企業もありませんと、ね、88だったのに87になりました。これ一番困るやん、正直ね。そう考えたらその準備じゃないけど、 N1 に向けての準備を N2 でやって、その求められた規模の3年ぐらいやって2期連続クリアできれば参入できますよっていうのだったら、入ってこられる方もね、それだけでもファンもついてる、収益も上げてるっていうところでの不安感もないし、入ってくる方もそういうのを持ってさらにワンランク高いカテゴリーに入って、質は増えるけどもそういうのが分かってくるっていうところになった、それがいいな。皆さんどうですか？いろいろ派生してきましたけども、このね、島田チェアマンが掲げるこの B リーグの構想は、まあ、勉強すればするほど、まあ、まだねスタートしてないからね、この後まあいいことも全部が良くなることないからね、スタートしてみていいことも悪いことも出てくるかも分かんないけども、まあ、それをブラッシュアップしながらやっていくっていうところでは、まあ、一つのね、 NPB がもし16球団に増やしていこうっていうところがあるんであれば、一つのやり方としてそういうなんか N1、N2 構想みたいにして、その基準をクリアできれば入れていきますよみたいなね、感じでしていくのはいいかもわかんないね。でやっぱり B リーグが入れ替え戦ありから昇格降格がないように進めていくっていうのは、やっぱり経営的な基盤で安定的にやっていくっていうところで、やっぱり脱会者を出さないね、その規模に応じて大差のある試合を見せない、常にクオリティのあるメイン、ね、地域密着の株みたいなところでね、この住み分けしてやっていくっていう部分ではいいね。まあ、今回ねこういうことがあったから、まあ佐々木もいろんな勉強ができて、また知識が広まってよかったなっていうところはあるし、まあ、こういったところからね、まだパート3がねあるかも分かんないんでね、皆さんまた今日のね、佐々木の話を聞いてですね、まだその中にもね、まあ、僕も全部完璧なわけじゃないしね、勉強もそんなめちゃくちゃ詳しくやってるわけじゃないんで、まだ浅い知識のもとかも分かんないですけども、まあ、皆さんがねまだ知ってることをね、またこうの方がいいんじゃないのかっていうところはね、ぜひコメント欄に寄せてくれればね、またそれを取ってね、また発信していくように勉強してね、皆さんと一緒に成長してね、日本のスポーツ界がねいい方向に進めるようにね、頑張っていきたいと思いますので、今日はこれ以上です。皆さんどうでしたか？それではさよなら。